こんにちは。こんにちは。ですね、僕ですね、突然の話なんですけど、はい、この間ですね、はい、先生の宅でちょっとほら、お酒の話して、お酒、はい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 、ちょっと今回もお酒を、僕の田舎のこの、あ、北、秋田の北ね、そうです、近所なんです、本当に。そうね、ね、うん、で、これよりもね、僕はこの間の、うん、今日、お借りして持ってきた、うん、これです。カタクチね。カタクチでもね、これも、もう見事だなっていうね、いや、このもう超細部考えてあるよね、これね。手がこうちょうどこう、なんかね、小指がこうここに入っちゃうってね、これ見てね、これはすごいと思って、骨董市この間、うん、行った時に、うん、まあ骨董市とか、いろんなところをこう回りながら探してないですね、ってこういうのは。とりあえず安いからってこういうの見つけてきたんですけど、おや、うん、おや、これですけど、おやおや、おや、まあ、おや、おや、うん、僕に言わせて、はい、これ薬杉でしょ。ピンポン、ピンポンでしょ。ピンポン。薬杉はね、この木の芽がね、細かく積んで、これでほら、まあ500年とか、はい、1000年経ったやつの、こけたやつの根っことか、そういうのを、ね、だから安くないんですよ。お金の話じゃしたくないんですけど、いいもんですよ、これ。これは売るの予想ね。これは、ね、飲むの使おうね、使おうと思ったんですが、うん、がまさか、いやいや、使うんですけど、うん、実際に使ってみました、うん、使ってみました、はい、見ました。でも結局お酒が見えないんでね、バーってやるとここがピョッて出ちゃうんですよ。で、これの良さって、やっぱこうね、そうそうそう、こぼさない。そうね、僕らみたいなこのね、酒飲みはね、一滴が持てない。もったいない。だからやっぱこういうオーソドックスなの、これは全然つまんねえな。つまんないね。つまんない。まあ、で、探したら、ここにも、これは、もう漆、根頃かな、うん、そうだね、うん、これもまあまあこれもいいんだけど、うん、でそこでですね、皆さんここにこの、うん、これ備前のとっくりだと思うでしょう。違うんですね、これ実はこんな形してるんですよ。片口なんだね。片口なんです、これ。これも面白いね。うん、まあまあ、僕初めて見る、うん、これは面白いなと思いまして、まあこれ見つけただけでもいいやっていう感じで、だからもうこれで今日は一杯やりながら先生のお話を伺おうと。いや、結構なお手前でございます。ということでございます、はい、ということで今日はその北秋田の、はい、大吟醸、大吟醸です。大好きな大吟醸です。純米の大吟醸です。あ、いいですね、これは45%です。もうね、わざわざこれ外さないといったら、ね、一応ね、賞しても大丈夫ですよ、うん、僕分かりますから、うん、賞もらってるしね、うん、なんかやっぱり秋田の酒はいいですよ。いや、いい酒が多い、うん、どっかの酒みたいに水っぽくない。そうだね、うん、それで、これをですね、ぐいのみはここから選ばしてもらって、まあ、うちの店に置いてあるやつなんで、まあ、そんなに悪くはないけど、よくはないよ。まあ、でも、面白い、この鳥の絵。これ、鳥の絵ね。鳥の絵に飛びたいんで、鳥を使わせてもらいます。じゃあ、こいつをですね、この、せっかくですから、これが、いいですね。あ、だから酒をこぼさないっていうのは本当にいい、本当にもったいないもんね。えでも僕好きなの、どこ行きますかね。なんですか、これ最近ね、これね、なかなかね、いやらしいね、見つからなくなっちゃったんです ね、これね、これで大正昭和時代に輸出用で流行ったんですね。これ皆さん知ってますか。これわかんないよね。わかんないんですよ、これ、うん、水入れないとダメなんですね、これ。そうだね、レンズね、レンズになってるんですよ、うん、じゃあ、まあ酒飲みながらね、こういうのも我が子の撮影会には時たま必要だよね。そうなんだよ。じゃあ、まあ見てる方には申し訳ないけど、うまい酒飲ませてもらいます。
か。うまいね。うまいな。うまいうまい。うん、あのなんていうか辛口ではないんだろうと思うんだけど、うん、僕はでもね甘口の方が好きなの。あの酒の話をすると何時間も話し合うようになるんですけど、あの昔の日本料理ってな、大体しょっぱいもんが多かった。あ、はいはい、甘いもんは高いから、甘い料理ってよっぽど大金持ちじゃないと、っていうと酒は甘くしない。なるほどね。で今はほらいろんな料理があるから、辛口辛口なんて言って辛口ばっかり飲んでる人もいるけど、あれも間違いで、やっぱりお酒っていうのは料理に合わせて、しょっぱい料理だったら甘口のお酒、甘い料理だったら辛口のお酒と、そういうふうにこう分けて飲んでもらうと嬉しいかなと。あ、だからあの北秋田ってこう本当にいい酒蔵なんですけど、甘口も辛口も量を作ってますから、うんうん、まあ本来であればこう甘口と辛口をしてね、料理に合わせてこう飲むのが一番だと思うんですけれども、まあ今日はつまみは何もないんだね。つまみですね。うん、つまみか。つまみない。つまみない酒飲みってのはあのよっぽどの飲んべえだよね。飲んべえの。僕は飲んべえではない。うん、あの酒が好き。でもまあいいか。まあなんか出しますか。あれば出してほしいよね。あ、じゃあなんかやっぱり。そういたしますか。お願いしますよ。じゃあちょっとお待ちくださいね。はい。塩から出てきましたね。塩からあのちょっとですね、これこの間ちょっと箱根に、なんか贅沢な旅行したとか。いえいえいえ、あの仕事です。あ、そうなの。仕事です。仕事であんないいホテルとかの、はい、いや、あ、もう仕事です。あ、そうなの。はい、仕事です。どこでした。あの某某某しか言わないの。某あの箱根行くものとの駅の目の前の八幡とこです。じゃああの有名な某某まあまあまあ、あくまでも某ね。はい。で、まあ、塩から出たから、はいはい、塩から食べながら行きたいと思うんですが、うん、なんか面白いものを見つけたっていう前に、うん、やっぱり2人で喋っててもしょうがないから、ちょっと音楽なんか行こうじゃないですか。音楽ですか。はい、ね、ゆうちゃんとこ面白い、ほら、あの人形の、はいはいはい、はいはいはい、あのプレイヤーを持ってくるけど、そうじゃないね。あれですね、しばらく聞いてないから。あ、こいつですね、うん、あのちょっと待ってね、これスイッチ入るかな。お、届かないし、届かないかな。これ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 、うん、これですね、これみんな動くんだもんね。そう、動くんですよこれ、ね、可愛いんですよこれ。でこれの同好会ってあるんだよ日本人。あ、で結構不安がいて、僕これの2台前ぐらいの機械を持ってたんだけど、それは僕にしては珍しく売っちゃったんですけど、これのが全然いい。これはね、もううちの専属バンドでね、もう十何年経ってるから ね、 そうだよね、うん、で、なんとボーカルが2人もいますからね、うちは。あ、そうだよね、うん、あれ、こっち美空ひばりじゃないの。うち美空ひばりなんです。そうだよね、いや、これは楽しい。まあ、音楽を聴きながらやりたいと思います。どうもどうも。まあ、あの今日は、のんきに、うん、あのコットのよもやま話みたいな、今まで見たこれって決めないで、うん、なんかザクっていきたいと思うんですが、なんか面白いものがあったとかね。あのね、この間ですね、倉庫整理してたら、うん、まあ昔買ったんですね、うん、忘れてました。こういうのがですね、そういうのいっぱいあるもんね。はい、すいません、うち、うん、もうそう、こんなのがね、箱の中から出てきたんですよ、これ。切ってですよ、これ切って、皆さんこれ切って。古いね。その当時憧れてたようなやつって、多分ね、こういう時代のやつなんです。こういう時代の、うん、ただ今安いんですね、割とね。国体、これ国体第3回ですね。あ、第3回の国体ということは1948年かなぐらいかも、ぐらいですよね、うん。未使用切手なんだね。未使用ですね、ほとんど ね。あ、これもね、憧れての欲しかったな。あの通りだってどんだけ喜んでたろう。あの、これ航空切手ってやつですよね、これ航空切手、うん、航空切手ってやつですね。これなんか今でも多少価値あるんじゃないの。うん、結構。あ、あとね、ありました、ありました、これ。あ、これほら、
文化人。文化人。しがないわや。もろもろね。そう。全員のできてたよね。そうそうそう。これもね、高くてね、とてもじゃないけど、手が出なかったんだけど、こんなもんが出てきたね。これはなんだろう。これは。目抜き。目抜きですね。目抜きだね。うん。これ、これ面白いですね。こういうですね、刀のあの。目抜きってあの、鞘のね、持ち手のところに持ち手のところの飾りですね。それをなんとこういうふうに、ネクタイ。タイピン？タイピンにしちゃう。ふうにしたんだ。ちょっと見て。これ、おこてさんかな？あ、おこてさんだね。こういうのはそうやって使うのはおしゃれでいいと思う。うんうん、やっぱりしまい込んでおくんじゃなくて、僕の主義の使うと。ええ。ですね。いう世界ですね。これいいと思う。これは、ああ。何それ。これ、お金じゃない。お金です。お金です、お金。生って書いてあるでしょ。うん。これ、安政。うんうん。安政年間に作られた。うん、安政年間の丁銀。そうだね。ってやつですよね。うん、知り合いのね、古銭屋さんに聞いたんですけど、うん、偽物が非常に多いそうです、うん。で、この偽物が多い理由としては、こういうのって、なんか、作るときに、その、水の中に銀をそのまま、バシャーって入れちゃって、うんうんうん、で、上からこうポンって押して、作るんで、これ、簡単にコピーができると。うん、というか、カタログを見ても、グラムって表示がないんですよ。ああ、そうか。普通のね、一円銀貨とかなんとか、うん、あれ必ず何グラムって書いてある、うんうんうん、これに関してはない。おで、それはもうこうやって作るから、うん、その重さが一定しなかったらしい。で、実際にじゃあこれどうやって使われたのって言ったら、やっぱその重さで使ってるんです。あで、偽物は銀じゃないんです。うん、だから、まあ、重さ合わせたような状態であるらしいんですけど、うん、古銭屋さんのその話では、うん、この偽物と見分けるには、うん、この、ここの部分、うん、ここにね、どうしても、ね、合わせて作ってるから、線が出るんですよ。ああ、はいはい。で、本物はこういうふうに、線が出ないんです。なるほど。ドローンってやっちゃうから。ということは、これは本物。これは本物。おちょっと見せてください。はい。いや、僕はこの辺の世界あんまり詳しくないんで。うん、あ、なるほどね。なるほどね。それは王選手の、うん、記念コイン。コインじゃない。メダル。コインメダル。うん。のシルバーですね。うん。シルバーのホームラン公式。うん。で出したやつだ。ですね。ちゃんと王選手のサインもあって。これが小型50センチの。まあまあ、こういうのもね、昔はよく扱ってたね。こういうのはね、こういうのは、もうこの手はね、僕も結構持ってるよ。うん、星の王子様の記念メダル。まあ、欲しい人は欲しいんでしょうね。うん、なんかいろんなものが入ってますね、入ってますね。こういう缶からがなぜか忘れてたんだね。結構なものが入ってるんですけどね、これ。こんなもんだね、本当に。みんなが骨董を始めた頃、こういうのが目についたんだろうね。いや、そんな骨董、ね、始めた頃って言ったらもうだって30年近くね、うん、でこれはそんなあれじゃなくて、多分ね、10年ぐらい前じゃないかな。なんかの都合で手に入ったんだ。うん、多分、うん、まあ、どっかのその骨董市に出ようとか、うん、そういう時ってこれを持って行って、こう、並べてとかってやってたのが、そのまんま、そこに、あったというかね、箱の中に入ってるから、こんなちっちゃい。わからない。わからなくなっちゃってる。ちょっと、うん、いっぱい行きながら行こうよ。うん、やっぱり酒の味の良さもね、うん、テレビというかこれを見てる人にね、伝わんないとしょうがないから、うん、塩辛も合いますよ。
塩辛もいただかなくちゃいけないよね、これ。まあ、酒飲みながらのんきに食いのも楽しい時間ですね。やっぱね、こういう手記をね、こう見つけられるっていうのもね、骨董市の楽しさなんでね。そうだね。こういうものをね。これは正直言って初めて見たみたいやけ。こんなものを作ってる作家がいたっていうのは知りません。で、誰が作ったか。ちゃんとね、入ってます。入ってんだ。うん。うん、わかんないけれども、入ってんだね。たったがとっくりだもんね。うん。驚いたね。まあ。美伝もいいんだけど、うん。あの、僕の持ってきた、あの、相馬で行こうよ。相馬で。いや。こいつは、素晴らしいです。これね。もう一個あったらあげるんだけど、なかなかない。ね、この形作れないよな。ね、まあね、こんな感じでね、多分ね、うん、もう年取るとね、忘れっぽくなっちゃう。そうだよね。だからね、多分ね、こんな感じの箱がね、まだまだあるよね。可能性としてはね。だって倉庫2カ所あるんでしょ、倉庫。はい。覗いたところ、覗いたことあるけれども、ぎっしりだよね。はい。どこに何があるか、わからない。はい。でこういうのも、まあ、占いでもいいような、うん、ちょっとこう集めて、そういう、うん、その中ででもこれ。いや、売ろうとは思ってたんだろうけど、うん、こんな感じで。じゃだからほら、あの、こう、ビニールケースの、そこにこれがこう、あったりとかだから、自分で分かんなくなっちゃってる。分かんないよね。うん、だから、まあ、分かんない。今度ね、また、うん、こういうのが出てきたら、酒で飲みながらでもね。そうですね。うん、のどかに、のんびりと。のどかにこう、飲んで。やるのもいいでしょう。うん。で、ちょっとこれでは物足んないから、うん、よっちゃんの馴染みの店に、うん、だと今日ここ休みでしょ、うん、今日うちの店休みなんです ね。じゃあちょっとね、うん、こうつまみが寂しいですね。ちょっと塩辛だけだから。塩辛だけだからね。ちょっと寂しい。うん、じゃあ、ちょっと。行きたいと思いますね。うん、じゃあ、そういうことで、吉田類じゃないですけど、ちょっとその辺、という感じで、失礼したいと思います。うん、グダグダですが、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。The light of love comes to you.